どうもこんにちは。今回ご紹介するのは僕が今持っている焚き火台です。まだ4種類しか使ったことはないんですけれども、それぞれのメリットとデメリットを比較してみようと思います。まず最初にキャプテンスタックの焚き火台、ヘキサステンレスファイアグリル M6500 というやつです。この焚き火台のメリットは炭も薪も使えるということです。網が付属しているので料理も簡単にすることができます。この焚き火台のメリットなんですけれども、空気がよく入る構造になっているのですごくよく燃えてくれます。網も付属していて炭も使えるので、まずバーベキューをしてから残った炭の上に薪を置いてそのまま焚き火に変えるというような使い方をよくしてました。最近は焚き火だけの用途で使ってるんですけども、焚き火台自体が大きいので薪の方向も好きに変えることができて、薪の上に直接フライパンを置いて料理したりっていうこともできる優れものです。焚き火台が大きいメリットは他にもあって、薪を割らずにそのまま入れるということができます。大きな薪でも問題なく燃えてくれるので、それもすごくメリットかなと思ってます。この焚き火台のデメリットなんですけれども、下の網の目、これが大きくてですね、小枝とかは乗せにくいです。どうしても小さなものは下に落ちやすいので、焚き火をする場合は大きな薪をそのまま入れても燃えてくれるのでいいんですけども、炭を使う場合、この場合は小さな炭を分けて入れてあげる必要があるかもしれません。続いては陸貞の焚き火台。焚き火台というよりは薪ストーブと言った方がいいのかもしれないんですけれども、五徳部分の口と燃料を入れる部分の口があるので、とても料理もしやすい焚き火台です。斧で小さく割った薪や小枝を少しずつ入れて燃やしながら調理するという楽しさがあります。この少しずつ入れていくという作業が面倒という方には合わないかもしれないんですけれども、やってみるとですね、この楽しさは結構ハマります。もちろん五徳のある上の方からも薪を入れられるので、普通に焚き火台としても使うことができます。分解もすごく簡単でコンパクトに収納できて軽量というのもポイントです。こちらのデメリットなんですけれども、まず一つが台などに置く必要があるということ。この焚き火台は背が低いので、どうしてもですね、テーブルなんかに置いて使う必要があります。地面に座って低い位置で焚き火をされる方は問題ないと思うんですけれども、椅子に座って焚き火をするタイプの方だと薪を入れるのにですね、ちょっと疲れるかもしれません。料理をするときに薪を少しずつ押し込んでいかないといけないという手間もあるんですけれども、逆にそれは楽しさでもあるので、どちらかというとメリットのような気がしてます。デメリットその2、小さな木しか入れられない。コンパクトな焚き火台なので薪を小割りにする必要があります。そのままの薪を入れて豪快に燃やすということができないので、小枝だったり細かく割った薪など燃料を選ぶというのがちょっとネックかもしれません。続いて新ステックの焚き火台。新ステックっていう読み方が正しいかどうかわかんないんですけれども、この焚き火台のメリットは収納するときは小さくまとまってくれるので、かなりコンパクトになる焚き火台です。この焚き火台の用途としては、拾ってきた小枝を少しずつ燃やして焚き火ストーブとして使うのが一番の用途な気がしてます。二次燃焼すれば煙が少ないというのも嬉しいところです。この焚き火台のデメリットは2つ。まず最初は料理には向いていないということ。五徳もついてるんですけれども、構造上ですね、毎回調理器具を焚き火台から持ち上げて薪を入れていく必要があります。入れられる薪の大きさも小さいので、何度もその作業をしないといけないということと、どれくらい中で燃えているかが外から見ただけでは分かりづらいので、これで料理をしたことっていうのはまだありません。これで料理をするという場合はですね、必要な部品だけを使ってアルコールストーブなんかを中に入れて料理するという方がいいのかもしれません。またですね、この焚き火台は組み立てるときに上に重ねていくだけなので、ちょっと安定感という意味では弱いかもしれません。まあそういう理由もあってですね、この焚き火台は料理をするのに使うのではなくて暖を取るために使ってます。デメリットその2、小さな木しか入れられないということ。この焚き火台もですね、小さな燃料しか入れられないというデメリットがあります。長めの薪を入れたこともあるんですけども、薪の重みで倒れたことがあるので、やっぱりね、薪は短くする必要があるなと感じてます。薪だったり小枝だったりを少しずつ燃やしてそれを楽しむ焚き火台としてはいいんですけども、小さな焚き火台、コンパクトな焚き火台を買う場合は薪割りなんかをする手間も考えて選んだ方が良さそうです。最後にピコグリルっぽいもの。これは DIY で作ったものなんですけれども、やっぱりね、メリットとしては雰囲気が抜群にいいです。直火に近いような感覚で焚き火を楽しめるのが魅力だなと感じてます。
本物はちょっと高くて買えないので DIY したんですけれども、材料費もそんなに高いものではないので自分で作るという楽しさがあります。こちらのデメリットとしては DIY なのでぐらついているということ。正直な話ですね、作り直して2号機を作ろうと今考えてるんですけれども、他の3つの商品は製品として販売されているものなのでやっぱりしっかりしてます。なのでこのピコグリルっぽいものを比較に入れていいかどうか迷ったんですけれども、参考になればということで今回比較しています。焚き火をする分には問題ないんですけれども、いざ上に鍋とかを置いて料理しようとするとどうしてもぐらついてしまうので、近々作り直そうかなと思ってます。もう改良点は分かっているので、次はですねいいものができるんじゃないかなと思ってます。ということで今回は焚き火台を比較してメリットとデメリットを見てみました。今まさにですね焚き火台を買おうかなと考えて探している方は、焚き火台をどう使いたいのか、どういう用途で使いたいのかっていうのをまず考えた方がいいんじゃないかなと思います。料理をしたいのか、それとも暖房器具のような用途で焚き火をするためだけに使いたいのか、それとも両方なのか、これを最初に考えておくだけで買い直す手間やお金も節約できるんじゃないでしょうか。少しでも比較する際の参考になれば嬉しいです。それではまた次回に。